アテナイの地図。南東にあるパナシナイコスタジアムを北上したあたりに、リュケイオンはあった。リュケイオンは、アテナイの東部郊外に所在した、アポロンリュケイオスの神殿があった神域であり、アカデメーア、キュノサルゲス等と並ぶ、代表的なギュムナシオンの所在地でもあった。青年たちの教育に熱心だったソクラテスは、足しげくアカデメーアや、 このリュケイオンのギムナシオンの青年たちを見て回っていたことがプラトンの対話編、エウテュプロン、リュシス、エウテュデモス、共演、テアイテトスなどにも描かれている。紀元前335年にアリストテレスによってこの地に彼らの学園が開設されたので、この地名がそのまま彼らの学園名として継承された。アリストテレスはリュケイオンの散歩道を歩きながら弟子たちと、 哲学や学問の論議を交わしたとされ、このことからアリストテレスとその弟子たちを知って商用学派との呼び名が生まれた。リュケイオンは盛んになったが、アレクサンドロス大王の死後、アテナイでハンマケドニアの風潮が高まり、王の家庭教師であったアリストテレスは追放の身となる。リュケイオンの名は、フランスの国立高等学校の名称、リセとして現在にまで残っている。 ありがとうございます。